you walk? よーい、スタート。おっしゃおっしゃはい、はい、今日も元気よく登場しました、カズマが。ということで、はい、今日も純悪ラジオ始めたいと思います。イエーイ。君のことをずっと歌うね。歌いますね。はい、じゃあ今日もなんか一言。今日、俺ね、はい、最近ね、パンにハマっててね。パンですか。はい、パンって言っても、パン、そう、パン、はい、あのお惣菜じゃなくて、うん、食パン。待って、お惣菜じゃないパンって何？お惣菜パンって、あの作ったパン。あ、そういうことです。作ったパン、そう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 。じゃなくて、うん、あの食パン、なんか最近流行ってるじゃん、なんかこう食パンだけ屋さん。食パンって書いてある。そう、漢字で食食べるパン。そう、当てめないんだけど。当てめない。いやいや、俺今そうそうそうって言った人。あるのれんであるよ最近。うん、そう。もう食パンだけの売ってるところがあって、それをね、なんでハマったかというと、いただいたの、そのお土産だかなんかで。最初はいただいたの、うん、でその食パンって思ったんだけど、うまいのよ。あるカズマ。ダメです。ない。これね、じゃあ今度俺がね、なんかのタイミングで買ってあげる。あのね、買ってください。お願いします。概念変わるというか、あの何もつけないでうまいパンって、あ、こういうことなんだっていう。ミミクっていうのがね、すっごいね、美味しいの。あの耳は？そう、あの耳が美味しい。そう、あの耳が、うん、なんか子供の頃ってさ、なんか耳ってさ、なんか残すみたいなのあったじゃん。なんかこう、耳はいらないみたいな、子供とかも言うけど、その食パンはね、だから耳まで美味しくて、だから今最近ね、その食パン屋さんを見つけると結構ね、買っちゃう。そのあ、いろんな食パン屋さん試してるってこと？そうなの。食パンだけを売ってる専門店がいろんなのがあるのよ。その一つだけじゃなくて、最初はなんかその代表のところがあるんだけど、野上っていうのが一番最初のかな、忘れたけど。好きよね、なんかそういうの好きだよね、うん、なんかこの間もなんかパスタがうめえみたいなのがいいし。あ、そうそう。パスタうまい。うまかった。でもね、この食でもね、やっぱね、衝撃を受けるとなんかね、ググって惹かれちゃうの。でその食パンもなんか、食パンがってなんか言っちゃ悪いけど、うん、そんな感じじゃん。なんかそのやっぱお惣菜パンとかさ。いや、俺は食パンそんな最初から舐めてないよ。あ、ほんと、うん、でもさ違う、本当にあの6枚切りパンとか違うのよ全然。あの、要はコンビニとかで、そうそう、コンビニとかでスーパーとかで売ってるこの6枚入り、うん、8枚切りみたいなのとは全然違って、それが衝撃的だったから。だからね、しかもね、その誰かのお土産とか、その買ってあげるのにもね、すごく喜ばれるのよ。そうそう、だから買わないじゃん自分で。大人がね、発言がないと大人だよね。マジで誰かに、あの、こう、うん、これつまらないものですがって言われて。そう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 。そんなあんま考えてないけど、ね、マジで、うん、ああ、俺も大人になったのかな、もう40超えて。つまらなくなってる。どんどんつまらなくなってる。まあでもね、食べてるんですよ、食べるよ、食べてみる、うん、ぜひ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 。ある、もう今目に浮かぶもん、あそこだなっていうのは。ある、近くに、ね、あるある、おーおーおー、いいねいいね。まあ、最近増えてるからね、本当に。なんかその専門店っていうさ、まあ、食パンに限らず、なんか最近は専門店っていうのがなんか増えてるよね、それだけっていう。昔なんか特化してるみたいな、ね、そうそうそう、いろんなものをまとめて売ったりとか、と、まあ、なんかその定食屋さんとかもさ、いろんな定食がある。これで勝負するみたいな。そう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 、だから俺らと一緒じゃん、うん、悪で勝負する。そうだね。ここ攻めてるからね。勝負したつもりないんだけど、いつの間にかそこの枠にハマってたみたいな感じ。そう言われると一緒だね、その食パンも。そこで攻めてらっしゃる。今日買いに行くよ。今日だ。はい、まあ、ということで、ということで、まあ、僕の話もこれぐらいにして、純悪中、今日も質問を受け付けた質問を、純悪相談室、イエーイ。なんかちょっとドラえもん風だった。はい、じゃあ今日の質問を、じゃあ品川の方から発表してもらいましょう。ここに品川君がいる、ね、はい、どうぞ。ペンネームサチャさん。サチャさん、ペンネームサチャさん。サチャさん、すいません、言ってないぞ。大学がなくて暇すぎて解けそう、活力になることが欲しい。2人は活力にしていることってありますか？活力にしていること、これやってたら楽しい。あ、これやってたら楽しいな。これやってたら元気出るなみたいな。これやったら楽しいっていうか、次の仕事が活力かな、うん。まだ見つからない次の仕事が。見えてないやつね。そう。なんかさ、これよくさ言う
まあ俺も言うし、いろんな人が言うと思うんだけど、俺らの仕事ってさ、毎回就活じゃん。うん、世間で言う就職して、仕事が終わって何もなくなって、でまた就活して次の仕事を取って。オーディションという名のね。そう、オーディションという名の。そう、噛むね、今日噛むね。おい、噛むね。で俺この間就活でさ、うん、あのセリフ練習 して、うん、付き合ってくれたじゃん、うん、行ったらさ、うん、本番外すと思ったら本番も全部マスクつけたまま、うん、でもう自己紹介いりません、うん、でお芝居いきなりどうぞみたいな、でマスク外さないでください。へえ、新しい時代だよ。本当だね。目で芝居しろって感じ。この今だからのねやつだね。そう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 、すごいね、うん、何を見たんだ、雰囲気何見たんだろう。まあでもまあ分かるじゃん、どういう風に芝居してくれるのかとか分かるから、まああれなんだろうけど、まあ新しいですよ、すごいね。でもじゃあ活力は、うんうん、それね、その見えない次の仕事、そうそう、だから次の仕事を取るっていうのがいつも活力になってるかな、やっぱ。仕事がある時もない時も、だからとない時なんて特にそうかもね。こう見えない仕事、次の仕事を取るために何をしようかって、今できることは何かなっていうのが活力、そういうのが、うん、まあでもそうだね、なんかそれはあるかも、うん、そのなんかこうもう見えちゃってるもので、うん、まあその要はその人は頑張れないわけじゃん、うん、だったらもうその先にあるであろう、うん、その可能性だったりをこう見つけていった方が活力につながるね。だからそこで、あ、もう今の自分にはこれしかないとか言って思ってるとどんどん落ちるから、うん、じゃあ今このこんなものがあるからこれを使って次につなげようみたいな、それは活力だ。だから純悪を始めたのも、日々日頃飲んでいる友達と、そのなんか動画作品、映像作品を作ろうっていうところになってるから、うん、まずこの友達だって、ね、うん、日々日頃遊んでる友達がなかったらその純悪はないわけだ。まあそうだね、まだそこだな、だそこをちゃんと見出せるやつが、うん、そのなんだろう、その活力に、ね、を見出して次に進んでいけるんだろうねっていう、大人大人でーす。いや、ごめん、それを今選んだって、それを知りたかった。いや、活力、そうだから暇、多分この方大学生なんで、多分今授業なくてやる、何したいんだろうみたいなことだと思うんですけど、ね、大学生のさ、まあ、学生の頃のさ活力探しって多分大変だと思う、うん、うん、俺もそんなになかったもんね、やっぱ。だから、何もしなくてもいい状態で何かをするっていうのはすごく多分そのむずいんだよな、うん、だからその何もないからこそ何かしないといけないし、うん、でも学生の頃なんてさ本当に好きな人がいるだけで活力になってたからね、うん、なんかなんて言うんだろう、その学生の頃とかいろんな大人になるとさやっぱいろんなことがあるけど、学生の頃ってもうこれだけっていけるじゃん、だから好きな人がいるってそれだけでさ好きな女子の神、そうそうそう、あの子に会いに行くと か、 だから例えばその人と知り合ってなかったとしても、なんかどっかのお店で働いてるあの子が可愛いの見つけたんだよっつって、ちょっと会いに行くの、お前一緒に来てくれよみたいなのがさ、それだけでも楽しいじゃん、なんかワクワクするというか。だから今の子はだから、うん、今の子って言い方もあれだけど、うん、そのそういうものにすら、うん、こう、うん、女子に対してのこの必死さとかがさ、うん、やっぱりないっていうふうに言われてるじゃん。ああ、そうね。だからもう好きな子を作った方がいいんじゃない。ああ、その人はね、うん、もうそうね、楽しかったもん昔、なんかそれだけでなんかもうバカだな俺はって思うけど、それが楽しかった。なんか想像できないけどマジでなんか阿部ちゃんが女子に必死な、うん、そのなんてキャピキャピしてるのもちょっと想像できないけど、でもなんかそれが楽しかったかも。なんかその、まあ、好きな人になんかこうバーって行くっていうのはそんなあれかもしれないけど、その話、男同士で女子の話をしているとか、そういうのが楽しかった。いいね、すごい。うん、はい、そう。でいいのかな？でいいのかな？そうね。まあでもいいじゃん。その、そうやって何をしたらいいか分からないって考えてるところから始めてるか、うん。考えることが活力になるかもしれない。お、俺何できるんだろうって、これがもう
そうだね、だからそこで、そこでその次だよね、うん、だから考えて行動、やってみよう、行動するね、でそれ行動を形にする、そこまでいかないと、うん、よく言うの俺はその考えてるやつと何も考えてないやつ、うん、で結局考えてるやつも形にしないと考えてないやつと同じなんだよ、考えて一緒に分かるじゃん、だから結局その考えて行動して形、うん、形までいかないと本当何も考えてないやつと一緒だぞっていう、だからそこまでいったら、うん、その、まあ、第一歩だね、うん、これね、まあでもそういうことだよね。なんか俺今ね、ちょっと一つ言おうと思ったことがあったんだけどね、やめちゃったんだ今。まあそうやって悩んでるのもいいんじゃないって言おうと思ったの。あ、そういうことだね。うん、そうそう。活力が何ですかっていう、その自分でもう探してる状態でもうなんか、もう、もう自分は動こうとしてるというかさ、なんかしようとなんかね。でも俺は嫌だ。もう俺は許さない。もう一歩。俺は許さない。ああその動けよってことでしょ、そう動いて形にする、うん、でその形が変な形でもいいと思う、うん、別に形にしたことがその、うん、本当にその大事な一歩だ、ああはいはい以上、はい、ありがとうございます、もう一個いくもう一個いくか、中学中いよいよじゃあもう一つ、いいの、はい、いいのちょうだい、いいの、いいのですか、いや、いいの、いいのじゃなくてもいいんだよ、いいのじゃなくてもいいから、なんかもう、じゃあ一つ、うん、俺たちもさ大きい声でね、うん、俺も、うん、これ、ペンネームはないんですけど、はい、多分これ男性の方、何さ、そのあれ、あれ y.ymgc0514、 かなり暗号的な感じですな、はい、自分も顔立ちが怖いです、うん、お二人はいつから純悪顔ですか。もう自分は顔が怖いって認識してるんだ。そうです。僕も怖いです。で、お二人はいつからその純悪顔ですか。怖いって。ああ。いつから純悪顔かって、俺は未だに自分が怖いと全く思ってないから。ああ、なるほど。へえ、うん。だからどっちかっていうと、その自分はもう。自分も怖い顔なんですけどって言ってると、うん、俺は怖い顔じゃないですよって感じ、俺はね、怖い顔って思ってる、うん、うんうんうんってすげえ二人ともうなずき早えないやいや納得でしょまあまあいいです、そうなんだよ、そうなの、うん、なんか、そうだな、もう40年間生きてきてるんで、もうあの自分がどういうふうに見られてるっていうのはあの、まあ、こういう仕事してるっていうのもあるし、まあ、なんとなく分かってるっていうのはある、だから、よく自分でも思うのが、俺黙ってたら絶対怖いんだろうなっていうのは思う、黙ってないけどね、うん、そうね、いやこんな人なんですかっていつもね喋るとね、うん、そうそう、でもね、俺初めて会った人と喋ると結構苦手で、なんかその何喋っていいかわからないっていうのもそうなんだけど、そうかな、でもそう、もうそう、うん、昔よりそんなことない感じするけどね、あ、まあ多分それはね年齢だと思う、うん、だいぶ年齢がそうさせてるんだと思う、いや年齢、これは年齢関係ないと思うけどね、年齢だって年取ってと何もしてないで年取ったら急に人と話せるようになるからおかしいじゃん、じゃあそれは違う、その年齢じゃなくてその時間をどういうふうに過ごしてきたかで変わってるだけだから、うん、だから、うん、なんかその意苦手意識をもう、うん、もういらないと思うんだよね、ああるじゃん、そのなんか私人見知りなんです、あだからやっぱその人見知りでいる、うん、痛い自分がいるんでしょって俺は言いたくなるから、あそうすることで、あその一つその壁を、うん、自分守る壁を作るみたいな風に考えちゃうからね、ああそうなんだ、そうなんですねでも俺は実際そうだから、うん、やっぱそうやって思いたいっていうよりもそうなっちゃう、やっぱりだ例えばじゃあ2人でどっか出かけました、1人知らないじゃあお店の人がいます、なんか聞かなきゃいけないってなった時にどうしようどうしようってまず迷っちゃう、でも俺じゃないやつはあ行ってくるわっつってすぐ聞けるみたいな、やっぱなんかそれを見ちゃうと、あ俺まだ全然なんかこういける人じゃないんだなって、それはさそうなりたいの、
なりたくない、なりたくないっていうか。じゃあいいじゃん。こっちの人にね。そうそうそう、あ、なりたい、なりたいっていうか、楽だろうなって思う。そのいちいち考えなくていいから。だからたまにその人が羨ましく思えるんだよ。だからその、例えばみんなで遊ぶとか、なんかこう初めての人を知り合うとかなって、もう、なんか簡単に仲良くなれる人っているじゃん。そうだね、いるいる。うん。で、なんかそういうのを、まあ俺は無理にそんな、あの、友達と仲良くなるってことは絶対ないんだけど、でもなんかその、あ、楽だろうなって思う瞬間はね、多々ある。そういうことね。うん、そう。でなおかつ、まあ、その人が損し、うん、得してればいいけどね、うん、損してる場合もあるだろうし、うん、でもねそのね得してる部分もねやっぱね見てきてるから、うん、そういうのができてなんかいいなって、その要するに自己表現というかさ、そういうのが上手な人、うん、その人に対してだからオーディションとかもそうじゃん。まあそうだね、うん、俺らの仕事で言うと、そうそうそう、瞬発的にこう、そう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 、まあ、そのいいなと思われたりとか、ね、うん、そう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 、だから俺の場合は一生懸命前もって何かを持って準備して一生懸命やってそこに持って自分をアピールする、うん、でもそれがさ、なんかこう、まあ俺らも仕事的にもパッと出なきゃいけないんだけど、でそれが上手い人下手な人っていうやっぱり、うん、でも相当変わってると思うよ、そのこの1、2年で、うん、なんか俺はね、まあそう、うん、いや結構、うん、なんかこうやろうぜって言った時にこうグッてこうえっていう時が結構昔はあった感じがするんだけど、うんうん、最近は結構そんなのないし、うん、でお酒飲むとさめっちゃ明るいじゃん。まあそうだね、うん、だから、ね、多分ねそのお酒っていうのがね結構それをね取り除いてくれるなんかその俺のその自分で苦手な部分をお酒がね結構取り除いてくれる。それはねすごく自分では分かってる。それは、うん、なんかすごく、うん、なんかそうね、なんかさ自分に勝手にフィルターかかるときない？フィルター？その、そうなんかいけないって自分で勝手に思っちゃっていけなくなっちゃうみたいな。全然あるでしょ、うんうん、でもその自分に気づいてるのは大事だよね、うん、あ俺今こういうスイッチ入ってるな、そどうすんだお前みたいなその時にパッて切り替えるのかもうそのままでいっちゃうのか、それかそのままあの俺帰るわって帰るのかそれはでもあるね、あるね、全然ある、うん、そうね、やっぱあるよ、だからなんかイライラしてる時とか、あで最近、うん、なんだろうな、こう自分に言い聞かせてる時は、うん、一つあって、こうなんか急いでる時あるじゃん、あで、こう前にトロトロ歩いてるやつがいて、うん、あもう女性なんなんだとか思ってる時に、その時に思うようにしてるのは、お前がいけねえから、この人はこの人のペースで生きてるだけだから、お前がただ、ね、何らかで急いでて、イライラしてるだけでしょ。でそう考えると、その自分がこいつに何だって言ってるお前なん、うん、みたいな、うん、確かに、だからすげえそれは最近言い聞かせてる、なんか自分がすごくイライラしてる時に、全部お前のせいだぞっていうのは結構、うん、でもそれを意識すると変わるからね、うん、その時にこうやってやってる時にイラつく自分にまっすぐな時ってもう何も考えてないじゃん、うん、だけどそういう考えがあると、うん、これは俺が悪いだけだと思うとなんかバカらしくなって、なんか少しいいゆとりができる。確かに単なる八つ当たりだからね。そう、おっせえなお前どけよって、お、違う違う、ちょっと待って俺普通に歩いてるだけみたいなね。そう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 、うん、でその人がね邪魔するね、そうそうそう行かせねえよーみたいななるけど、うん、その考え方次第だよね。いやそれはある、それはめちゃくちゃあるね、うん、そうだからね、その質問だから怖い顔そうだからね、その質問で言うと、あと一つ俺自分で怖いって分かってるから、あえて喋る時もある、あるあるっていうか、黙らないようになんかちょっとニコニコしてるとか、なんかあの俺って怖く見られてるからこの人たちに威圧しないようにしようみたいなのは意識する。それは大事かもね、うん、もう勝手に嫌われるっていう、そうことが起きるもんね、うん、だからカズマもさっき俺は怖い顔だと思ってないって言ってたけど、カズマも黙ってたら怖いからね。そう、黙って普通にこうやってじゃあ何もこうやってみんなって言うのにこうやって普通に黙って、うん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 、ってやったら怖い、やっぱまあ
顔がうるさいからな。俺たちはそうなんだよ、やっぱり。顔がうるさいんだよ。そう、別に俺も、俺もだからやっぱ最初、役者始めたての時も坊主が多かったから、で、坊主でこの顔って言ったらもう、ねえ、悪い役ばっかだったそうでしょ。それが続いちゃってるだけなんだよ、俺の中では。言われたことない、カズマ、普通の時にさ、カズマなんか今怒ってるとか、なんか。黙ってなんか普通にさこうやってみんなでこうやって喋り聞いてるだけなのに、カズマえ大丈夫とかなんか怒ってるっていうか、えカズマ大丈夫みたいな。でも昔はよく怒ってたから怒ってるって言ったら怒ってるよっていう、怒ってる時はいい、怒ってる時はいいんだけどそう怒ってないのにそう見られてる時あいや怒ってない怒ってない全然何も気にしてないよみたいな。普段はないから、でもドラマとか、うん、ドラマ映画発信で自分のことしててもらえると、うん、なんかもうそういうね最初のイメージがそうだったみたいなのあるよね。特に今でもさ純悪やって怖くないんだって思ってもらえるのが増えてきたかも。そうだね、この間もそうだよ。この間もさなんかそのあ純悪の人たちですよねって言われた時にさ、え怖そうに見えるけど本当は怖くない人ですよね普通に喋りかけてくれたじゃんそこまで言われちゃったからね。ねえあーなんかでもそれって俺たちは嬉しいよね。なんか今までは怖い人だからみたいな思われてたけど、でも逆にこの間未満警察 の、うん、コメント感想、うん、全然怖くないって知ってるから全然怖そうに見えないって書いてあったそれはそれでもいやそれはちょっとそれはちょっと良くないねそれは良くないね。良くないなと思ったけど、でもしょうがねえよ。あ確かにそうかそうか、バランスですね。バランスだね、バランスだね。あと芝居力ですね。そうだね、だからこの質問してきてくれた方も自分が怖い顔って分かってるならいくらでもやり終わるってことだよね。そうだね、だから阿部ちゃんみたいに、うん、もうそう、なんかでもそれが逆にこんな怖い顔って逆にやっきやになっちゃうかもしれないけどね気をつけてくださいよってね。はい、じゃあ今日はこの、はい2つ、はい、ご相談持ったということで、はい、いいでしょうか。いいでしょうか、はい、まあ、いいですか、ね、そろそろ終わりの時間が、終わりの時間って決まってないんだけどねそろそろ終わりの時間が来ましたんで、はい、今日も純悪ラジオこの辺で締めたいと思いますね。ご視聴ありがとうございました。それではさようなら。純悪Dream Work 2.